はい、じゃあ今日はお疲れ様でおし疲れ様でした。ありがとうございた。ました。今日参加してもらってありがとうございます。今日は、前半はライブやって、そうですね。ね、で、後半は DJ だったんですよね。そうですね。軽く今日のライブセットを、解説とかしていただいてもいいですか？結構シンプルで、モジュラーで、オシレーターを何発かと、あとそのまんま、エフェクターですね。で、PC の方と同期して、ハイブリッドセットっていう感じですね。なるほど、なるほど。それまあ、を今日は DJ ミキサーに入れて、そうですね。はい。こっちで、はい。モジュラーと、PC で1チャンネル使ってって感じですね。なるほど、なるほど。はい。いや、やっぱりモジュラーシンセ、音良かったっすね。いや、結構暴れるかなと思ったんですけど、さすがなんかちゃんとコンプかけてもらって。結構家でやってると怖いんですよね。なんか、うわーってなっちゃって。なるほど。モジュラーのね、美味しいところですよそうね。ですね。逆に美味しいところですけどね。いや、今日楽しかったです。いや、ありがとうございます。また今後、プカトロニックあったら、ぜひお願いしたいんですけれども、ぜひ。はい。なんか今後のスケジュールとかってありますか？この後来週がシークレットなのかな？シークレットだけど、デブリスが来週あって、その後、5 月シークレットです。2日、シークレットでシークレッす。トです。詳細は問い合わせください。で、5月2日にドムがあります。で、5月21日が高円寺ノック。で、来月あたりにおそらくリミックスで、百窓さんと、ロー、AK アシッドブラザーズにお願いしてるやつがリリース予定です。おってところでいえ。すね。はい。おお。あと7月にテクニバルあります。今日はライブやったみたいな早い音楽とかいっぱいあると思うんで、もしよかったら、それもまあ、アスクイーフォーって感じですけど。お、テクニバルあるんですね、テクニバ今ル7月の連休のところですね。年。おお、素晴らしい、は素い。晴らしい。こじんな感ゃあ、じです。早くコロナがね、なくなってみんなでテクニバル行ければいいですね。そうですね。はい。はい。じゃあ今日はご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でしありがとうございました。たー。バイバイ。